桃。桃は、大日本帝国海軍の駆逐艦。松型駆逐艦、定型の四番艦である。日本海軍の艦名としては桃型駆逐艦の一番艦桃に、続いて二代目。1942年戦時建造補充追加計画長型駆逐艦。第5484号艦として、舞鶴海軍交渉で建造。交渉は松型計 松、桃、牧、茅、や、椿、ニレ、シー、えのき、おだ初梅を建造した、他に未完成間9石。本館は1943年、昭和18年11月5日、夕雲型駆逐艦、沖並、早島の偽装や、軽順基礎等の修理が行われる中で寄港。1944年、昭和19年1月25日、桃と命名。 同日府で三隻、竹、梅、桃は松型駆逐艦に類別。3月25日、舞鶴海軍交渉で、松型一番艦松や、秋月型駆逐艦八番艦冬月の偽装が急がれる中、桃は浸水する。また秋月型十二番艦花月や松型八番艦、牧、同系十一番艦花屋の建造も始まっている。桃は、同日符で、 マイズル陳述となった。4月25日、日本海軍は若竹型駆逐艦8番艦カルカヤ艦長等を歴任した、増光高校少佐を桃義総委員長に任命する。5月1日、マイズル海軍交渉に桃義総委員事務所を設置。6月10日、桃は竣行する、牧野浸水と同日、偽装委員事務所を撤去。増光義総偽装委員長も正式に桃駆逐艦長。 初代となった。春行後、桃は、訓練部隊の第十一水雷戦隊、司令官、高間艦海軍少将、海軍兵学校四十一期に編入される、瀬戸内海で訓練に従事した。七月十五日府で、秋月型駆地区間隻、下月、冬月により、第四十区地区隊が、松型駆地区間隻、梅、竹、松、桃により、 第43駆逐隊、駆逐隊司令、菅間良吉中佐が、それぞれ編成される。8月20日、第43駆逐隊は、新編された第31戦隊、司令官、江戸平太郎少将、海兵40機。機関、伊須津に編入。編入後も、両艦と共に、瀬戸内海で訓練を続行する。9月10日、松光少佐、梅艦長は、 クレチンジュ夫婦となり、皆川吉雄少佐が梅口区艦長、二代目に、捕食される10月25日には松型三隻、梅、もみ、かやで、台湾への輸送作戦を行う、空母二隻、随砲型、竜砲、大高型、海高を護衛して、佐世保を出撃し、10月27日に、キールンに到着。輸送任務を終えた後は10月30日に、キールンを出港して、 させぼを経由し、11月2日に、呉に帰島した。第31戦隊は、機関のながら型軽巡洋艦2番艦伊鈴と、護衛部隊、秋月型、下月、松型、くわ、霧、杉、桃、梅を持って、南方に進出する第4航空戦隊、司令官松田千秋少将の航空戦艦2隻向井、伊勢を護衛する。11月9日に、 五島列島カ川湾を出撃し、コー経由で十四日に南沙諸島、新南軍島に到着。その後、イスズなどと共にマニラに進出した。しかし、イスズが十一月十九日にアメリカの潜水艦兵役の来撃で損傷し、湘南、ついでスラバヤに下がって修理が行われることとなり、イスズを護衛して湘南に向かった。第三十一戦隊機関は、 イスズから、秋月型七番艦下月、第41駆逐隊司令駆逐艦に変更され、ブルネイ湾に向かうこととなったため、下月を護衛して、湘南を出撃した。しかし11月25日未明に、アメリカの潜水艦カバラの来撃で、下月が沈没した。江戸少将、戦死により、海軍中将へ昇進以下第31。 戦隊司令部全員と第41駆逐隊司令、脇木一郎大佐を含む上院の大半が戦死した。その後超音機で捜索するも、カバラは浮上して、レーダーを使用して来撃していたため探知できなかった。桃は46名の生存者を救助の後マニラに再進出し、冷徹島行きの多合作戦に参加することとなる。公認の31戦隊司令官は、 戦艦不走艦長等を歴任した、鶴岡信道少将。12月5日10時半、第43駆逐隊司令、菅間良吉大佐、梅座城指揮下の、第8次多号作戦輸送部隊、梅、桃、杉、第11号輸送艦、18号区艇、三38号区戦艇、赤城山丸、白馬丸、第五新勢丸、久地丸は、マニラを出撃。 だが、12月7日に、アメリカ軍第77師団が、オルモック南方に上陸したためオルモックへの接近を断念して、揚陸地を三石泥ドロに変更。兵員の揚陸は成功したが、重火器の揚陸はできず、タクロバンからの陸軍機と海兵隊機の爆撃を受け、輸送船は沈没したり海岸に格差して壊滅した。次も、被害を受けた。木と桃は、 マスバテ等の暗証に触れたものの、12月9日に、マニラに帰島。12月14日、マニラで、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将の艦載機の空襲を受ける。4度の攻撃を受けて5機を撃墜したと判断されたが、モモア2発の直撃弾と多数の試金弾により、第2艦室と全部機械室、通信装置、水素化兵器が使用不能となって、 最大速力は14ノットに落ちた。一時は火災が発生して、誘爆を防ぐため魚雷は投棄され、戦死者30名と負傷者102名を出した。虫かきも破損して、真水にもことかくありさまとなった。これにより、空襲から被退して、修理を受けるため魔法に向けて脱出することとなった。杉と、茅はカムラン湾に向かう。桃と、梅同時に出港したが、 梅は海南島経由で香港へ向かうことになった。12月15日、桃はスービック湾内で第38任務部隊艦載機の空襲で沈没した輸送船王力丸大阪商船7362トンの処理を済ませた後、第65億船艇を伴ってマニラを出港する。しかし夜に入りマニラの北西210の地点で 桃はアメリカの潜水艦ホークビルから発見された。ホークビルはレーダーで2つの目標を探知し、19時27分に2つの目標に対して魚雷を3本ずつ発射、うち4つの命中音が聞こえた。ホークビルの発射した魚雷は桃の大二艦室に命中し、機械室が使用不能となって桃は沈没していった。桃の艦長。 皆川吉尾詳細下三十名が戦死した。1945年、昭和20年2月10日、桃と桑の二席は松形駆逐艦、帝国駆逐艦席より除籍された。桃は第43駆逐隊から、桑は第52駆逐隊から除かれた。映画、深く静かに先行せよ。監督、ロバート・アイズ、主演、クラーク・ゲーブルでは、タンカーの護衛をしていた。 駆逐艦桃モモが主人公を率いる潜水艦の赤に撃沈される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。